どうもロードシルクチャンネルようこそ。シルクロードの個人チャンネルでございます。本日はワンピースカード開封。本日はね、視聴者さんからいただいた、なんとワンピースカード、これ新時代の主役、こちらのワンカートンを開封したいと思います。なんとね、カートンでプレゼントしていただきました。皆様いつも本当にありがとうございます。今回狙うのワンカートンなんで、出るかもしれないってことでね、リーダーパラレル、いやコミックレア当てたいと思います。あの漫画背景になってるやつね。それかルフィの尾田先生のサイン入り書き下ろしイラストカード、どっちか当てたいです。ワンピースカード1周年でね、出た、ルフィのね書き下ろしのイラストで、そこにね尾田、あの栄一郎尾田って書いてあるね、あのサインのやつがあるんですよ。そのカード当てたい。そのカード今ね、ほんと十何万とかするカードになってますね。この、新時代の主役には、コミックパラレル、あのレアがね、なんと3種類いるんですよ。ロー、キッド、ルフィ、どれか当てたい。で、俺の中で欲しいなと思ってるのはルフィかキッドですね、のコミックパラレル、あれが欲しいです。よし、それではね、今から開けていこうと思います。カートンあるんでね、ちょっとすぐやっていこう。ワンボックス目いきまーす。開封スタート。相当多いからな、ワンカートンで。カートンで開けることなんか俺ほとんどないからさ。じゃあ開けていきます。さあワンボックス目見てみようか。ちょっと半分に割ります。それじゃあ見ていこう。さあ何が出る。お、マンシェリーね、いいね。あとは、お、ウルティ、おっと、ステリオ、あ、レベッカいいですね、いいイラスト。試験、あ、ドンカードで、あ、オロビ、あ、ゲダツ、いいね、ゲダツ。んーと、犬神グレン、命がもったいない、バニージョ、ビオラ。さあ、こっちかな、多分こっちになんかいるな。さあ、悟り、バジルホーキンス、さあ、空島ら辺、お、お、後ろなんかいる。ディエスドレイク、青の、ドレイク出ましたね。星1の R、レアですね、ドレイク。さあ他は何が当たる。多分ドレイクで終わりかな、パッチワーク。うんと、あ、出た、紫ルフィ強いね。はいはいはい、黄色のデッキも今度作ってみたいな。あ、キット、このキット強いよね。このキット強いんよマジで。だからね、あのキットのキャラクターのあのコミックパラレルがね、このカードと、まああの要するに同じ能力のねカードなんですけど、欲しい。デッキ入れてるんでね、このカードは。あー、ロシなんて、こんなもんかな。カラス強いよな、カラスマジ強いんだよこれ。ベロベティデッキのカラスね、めっちゃ強いからね。ちょっとこいつあんまり好きくない、強くて。カラスっていうキャラクター自体は好きだけどね。はい、ワンボックス目終了。ドレイクでしたね。まあちょっと外れかな。さあ今日来るかな、俺のこの待ちに待ったコミックパラレルを開ける日。一度でもいいから引いてみたいというね、夢がずっとあるんです。他のカードゲームはね、あのトップレア引くこと結構あるんですけど、ワンピカードはまだね一度も引いたことないです。さあ2ボックス目いきましょうか。ほい、コミパラ、コミックパラレル来い。あ、ボルサリーノ、ボルサリーノ出ましたね。ヒザルが出て、パッチワーク、ピーカ、ピーカ出ました。ピーカ、ハック、カラス、あ、ロー、サンコスのローです。ベルゴ、あ、後ろになんかいる、あれなんだ、何これ、後ろ何、何これ、カイドウ、おお、ボロブレス放ってますね。カイドウの宿ですね。おお、カイドウ出ました。うん、10個数で青のカイドウか。僕ね、紫使ってるんでね、青のカイドウはまだ使ってないです。相手のライフが3枚以下の場合、カードを4枚引く。強っ、強っ、制圧力やば。さあ、他は、うん、これエンポリオテンションホルモン強いよね、結構。さあ、ミョズガルド星、うん、悟り、おっ、勝者だけが正義だ、ドフラミンゴのセリフですね。ベラミー、うん、ジョンジャイアント。さあ他は、あー、稲妻ね、いい。さあ悟り強いね。お、出ました、ミスダブルフィンガー。ミスダブルフィンガーもね、ちょっと多めに欲しいかも。さあ他は、あー、強いね、リンドバーグ、うん。あ、エネルじゃん、 SR のエネル出てきたわ。うん、かっこいいな。我は雷、3000万ボルト火の
さあ他は、あ、ウソハチ坂月ね、うん、リーダー坂月、ディエスドレイク。さあ他にはベロベティね、いい。他は何が出てくる、モーリー、モーリーも強いな。そんなもんかな、オッケー。あ、ミスダブルフィンガーもそっか、ここで出てくるのか。ちょっと多めに欲しい、あのデッキに入れたいんですよね、ミスダブルフィンガーは。4コスでしかもトリガーでね、2000なんですよね、カウンターが強い。手札で握ってると強いですよみたいな。でトリガーだったとしてもまあ普通に強いよね。すげえな、なんか狙いが変だよね。1周年記念カードか、あのコミックパラレルか、あのミスダブルフィンガー狙いっていう、あんまないよね。さあ箱目いきましょう、半分割ってみよう。ベロベティからスタート。お、もう出た。おお、ベロベティのリーダー出た、いきなり出たな。ベロベティの、リーダーカード出ました。これ普通に嬉しいですね、リーダーカードやっぱ嬉しい。ベロベティのデッキもね、本当になんて言うんだろうな、小粒なやつらでバカすかバカすか殴ってくるみたいな感じのデッキなんですよ。これねいいっすよ、ベロベティのデッキ戦ったことあるんですけどね、結構厄介ですベロベティ。さあ他は、あ、ダズボーネス、いやちょっとダブルフィンガー怖い。あー、イワちゃんも強い。こっちは、ルフィ、ロービー。これ何、うわー嬉しい、やったー、キット出ましたね、 SR 星1。これはね、デッキに入れてるんで欲しいですね。まあ、コミックパラレルが一番嬉しいけど、このイラスト好きなんでね、僕デッキに入れてます。かっこいいんだよ、このキット。あと強いんだよね、これ。これね、自分のターン中、これブロッカーなんですけど、で、自分のターン中、ターン1回、自分の場のドンがドンデッキに戻された時、ドンデッキからドン1枚を、アクティブで追加するっていうね。デッキに戻してね、使う効果の、カードとか結構紫あるんでね、こうやって戻してってやつを、まあ、逆にアクティブで使用できるっていう。3ボックス目、かなりいいんじゃない？うん、かなり。あとはダブルフィンガーだけ出てくればローが出てきて、いやー出ないかな。ウルティ SR、 ウルティ他は、あ、来た、やったー、出ました、出ました、飛剣で終了、リンドバーグ。かなり調子のいいボックスだったな。4ボックス目いきます。よし、見てみよう。さあ何が出てくるかな。チャカ、カラス強い。他はビオラが出て、お、うわ、なんか後ろにいる、何、そしてミスダブルフィンガーいた、ミスダブルフィンガー出ましたね、また。そして後ろにコアラ、コアラの SR が出た、うん、星1。コアラもね、これベロベティデッキとかに強いんですよ、かっこいい。他は、うん、リンドバーグ、ニコロビン、そんなもん。ああ、やった、2連続でリーダーカード出た、坂月のリーダーから出ましたね。強いんすよ、この青黒の坂月。来ましたね、坂月。これね、相手のコストを下げてノックアウトしていくっていうね、デッキですね。出ましたね、いかつ。クザンとのね、戦闘の後ですね。もう元帥ですね、これ。リーダーから出ました、再び。素晴らしい。ってことは多分こっちはもうないと思うんだよね。もうないと思います。コアラね。うん。エネル。お、出た、ホーリー。ホーリーですね。3コス5000。いや、いいよ、調子が上がってきた。次のボックス、すごいね、まだ半分も開けれてないよ。ワンカートンって結構開けるのにも体力いるな。あと本当に視聴者さんが送ってくれたやつって当たり全然引ける可能性が高いからな。視聴者さん開封運がねついてますから、コミパラあるんじゃないこれ。5ボックス目ですね、コミパラ来い、コミパラ頼む、なんか来い、ひな、悟り、うん、ローね、紫ロー、チョパエモン、ゾロジュロー、ウルティ、リーダー、次ですね、こっちじゃないな、半分の方だ、こっちに。お、なんかいるから、お、なんかいるぞ、何がいる後ろに、まずなんか当たってるっぽいぞ、これなんだ。おお、これは嬉しい、ヤマト出ました。おお、かっこよ、めちゃめちゃイラストいいわ。これスペシャルレアみたいな感じだったよね、確か。ヤマト出ました。うーわー、これ全種類コンプとかしたいな。おっと、調子上がってきたんじゃないこれ。もうさすが、おお、ボルザリーノ SR 星1、ボルザリーノ出ました。これね、光の速さで蹴られたことはあるかいですね。おお、このボックスも当たりじゃない？かなりいいレアが出てるボックスになりますよ、ここ。あとは、
ダブルフィンガーがあればいいけど、なさそう。終了。ここに来てようやく半分です。6ボックス目。今のところかなり面白い引きしてるんじゃない。リーダーが2枚も出たりさ、ヤマトのやつが出たりとか、スペシャルカードね出たりとか。いやー、ちょっとコミックパラレルの2回引きたいな。さあ6ボックス目半分ですね。いきます。さあ6ボックス目何が出る。さあミスダブルフィンガーもう1枚ぐらい獲得しときたいところですが、頼むよ。コミックパラレル出てくれていいよ。どうにかなってくれ。ああいいねー、ミスダブルフィンガー出ました。これで4枚揃った。 BB ロー。さあここは何が出る。ゲダツ、うん、犬神グレン、おおモンキディルフィ2価出ました。おお出たわ、言ってたら。これがねコミックパラレルだったら嬉しいけど、まあでも2価ルフィが出てくれたのは嬉しいです。おおやった、初めて当てるわ俺。おおかわいい。最もふざけた能力、登場時ドンマイナス10。めちゃくちゃマイナスじゃん。全部山札行くか。このキャラ以外の自分のキャラ全てを好きな順番でデッキの下に置く。まあこれ厄介なんですよね。ワンピースカードデッキの下に置くとかって、デッキあんまりシャッフルでいじれないから、サーチカード少ないのよ。これは厄介。その後このターンの後に自分のターンを追加で得る。あもう一旦自分のターン、ずっと俺のターンができるってこと。起動メインターン1回、ドンデッキからドン1枚までをアクティブで追加。強っ。だるこのルフィ、相手にやられたら嫌なルフィだな。でもどうなんだろうね現実これ。まあでもデッキにピン出しとかなんだろうな、そんなに多分積まないよねこれ。ニカルフィやっぱさすがの制圧力は持ってるね。ふざけた能力ですわ。またさあ他は多分ないかな。アーマールとユーサスキット。終了。さあようやく半分切りました。いきまーす。こちら、7ボックス目。ここらでコミパラ行きたいよ。いきまーす。さあもうねトップレア狙いでいけるんで、もうダブルフィンガー揃ったからな。さあここですね。あビビです。ビビいいね。お後ろになんかいるよ。なんだろう、マンシェリー姫。あー来た。 SR 星1マンシェリー、黒マンシェリーいいですね。1コス、攻撃力0、カウンター1000。起動メインで、コストエリアのドーンをレストにして使える。このキャラをレストにし、自分のトラッシュのカード2枚を好きな順番でデッキの下に置くことができる。自分のトラッシュのコスト3から5の黒のキャラカードを1枚までを手札に加える。おお、さすがマンシリー姫っぽいですね。うん、治癒させると、墓地から直してサーチするという感じか。面白い。さあ他はイワンコフがいて、まあ、マンシェリー姫はねどっかで来る気したわ。でもコミパラが欲しかったねやっぱり。さあここから出ろ、いくぞ。俺結構ねワンピカードはまあそこそこのボックス数は引いてると思うんですよ。それでまだねちょっとコミパラ出ないって、なんかワンピースの方はあんまり持ってない気がする。ポケカは結構当たるんだけどな。見ていこうか。8ボックス目いきまーす。さあ何が出る。お後ろにもうなんかいる気がする。早いな。お、ゾロジューロか。ゾロジューロの SR の星1ってこんな感じなんだね。ゾロジューロかっこいいな。3コス4000、カウンター1000。アタック時自分のライフが3枚以下の場合、ドンデッキからドン1枚までをアクティブで追加する。最後の方に出てくるとまあまあまあ使えるかなぐらいのイメージだね。うん、でも俺のデッキには入らなそう。さあ他は。まだね全然当たりあるんで、まだまだ全然可能性はありますよ。さあこの4ボックスぐらいだろうな、ガツッと当たりが引けるようになってくるの、ここら辺だと思う。さあ行きましょう、9ボックス目。さあ見ていこう。半分に割って何が出る。頼むぞ。ドン。ここ、お、なんか後ろいない。あーびっくりしたー、書き下ろし来たかと思った今。うーわー、まあ、これも書き下ろしなんですけど、びっくりした今。出ました、ルフィの書き下ろしイラストです。おお、ここにこの下ここにね、小田、あの栄一郎小田って入ってるサインがあるんですよ。びっくりしたー今、引いたかと思ったもんね。でも1周年記念はね確かに後ろがね白かったはず。だから書き下ろしイラストではあります。これだからレアではあるけどトップレアではないです。うわーびっくりした今、引いたかと思ったら、うわー焦った。まあでもいいイラストですね。モンキーディールゲット。さあ他は何が出る。うわーなんかカイドウが出る気がするな。
カイドウだ。最初の方に当たった、10コスのカイドウですね、青の。うん、ボロブレス吹いてるカイドウ。ルフィとカイドウが一緒にね、ボックスから出るなんて、うん、おつなもんですよ。はい、終了。焦ったー、今。もしかしてと思っちゃったわ。うわー。いや、ちょっと、これで喜ぶな。まだね、コミックパラレルはいるはず。それでは行きましょう。10ボックス目。まだある、まだある。まだリーダーカードとかもね、多分、眠ってはいると思うんですけど、やはりコミックパラレルが引きたい。頼むぞ、行こう。いや、1周年のやつ出てきてくれてもいいんだぞ、全然。頼む。この辺りで出てくれないと結構ね、先行きが思いやられるというか怖い。ここならあるぞ、ここあるぞ。頼む。ボルサリーノ。うわ、カイドウだ、また。あー、まただ。10コスカイドウ、めっちゃ出るな、お前。なんかちょっと、ここ2かであってほしかったわ。バランス取ってほしかった。で、ここは多分終了かな。ない。いや、ワンカートン開けてコミックレア1枚は出したいって。でもどうなんだろう、そんな出ないかな。3種類あるんだよ今回、それでこんな出ない。いや、1周年記念レア出てほしい。頼むぞー。悟り、こっちは出ない。頼むぞー、頼む。コミックパラレル出したい。何ですか、何がいるんですか、後ろ。お、あー、ドレークかよ。ここに来て振り出しに戻った感すごいな。ドレーク、もういなそう。もういないな。やべえ、ラストワンボックス。うわー、終わったか。物欲センサーが働いてるとしか思えねえ。いきましょうか、ラストワンボックス。これでワンカートン全て開け終わります。やばい、もう終わりか。ワンカートンが1時間足らずで終わる。いや、ここで見せたらすごいぞ俺。ここで1周年記念とか、もうコミパラとか当たったら、もうこれはすごい。これはね、持ってるとしか言いようがない。ちょっと持ってる俺で終わりたいな。持ってない俺では終わりたくないな。さあ、ラストのボックスです。ここでコミパラ引けなかったら、ワンカートンから引けなかったってことになる。いきます。ベビーファイブ、幼少期かしかも。さあ、おー、ウルティ、白星もいた。白星、うん、天竜人のアホ、バジホーキンス。さあ、ここで出てくれ。こっちだぞ、こっちに何かいる。頼む。なんかいる、この後ろに。なんかいる。革命軍総本部、この後ろに何かいるぞ。いきます、せーの、来い、来い、バラ。ゾロジューロー、ゾロジューロ SR1 でしたね。あ、SR じゃない、これ R か、レアの星1だ。他はもうないよね、さすがに。サボ、うる、あー、終わったー、終了ー。うわー、マジかよ。ワンカートンから引けなかったか。今回の当たり、こんな感じになります。書き下ろしイラストのルフィ、ヤマト、スペシャルですね。そしてリーダーパラレルの、坂月、ベロベティ、そして宿の、ニカルフィ、宿の、カイドウ、1、2、3、ユースタスキット SR 星1、コアラ SR 星1、ボルサリーの SR 星1、マンシェリー R 星1、ドレーク R の星1が1、2、ゾロジューロ星1 R ね、1、2と。こんな感じのね、開封結果になりました。この辺は嬉しかったですね。うん、書き下ろしがね、当たったっていうのは僕の中でも嬉しいっていうのはありますね。やっぱこのボックスからね、1周年を記念したイラストなので、1枚でもね、手に入れることができて良かったです。このスペシャルカードの、このね、白押しの、この綺麗な、和の国仕様といいますか、このヤマトもいいですね。うん、すごく綺麗だから、うん。これ全種類集めてみたい。で、リーダー坂月、これはね、デッキとしてパワーが強いんで、まあ、いずれ組みたいんでね、そういった時にこのカードをね、入れようかなと思ってます。ベロベティ、これも強いんでね、まあ、ベロベティのデッキも多分今、多分新時代の主役から組むことは可能なので、ちょっとね、これも欲しいですね。これね、ライフ4で、まあ、杯もそうなんだけどね、大体ライフ5なんだけど、ちょっと少なめに設定されてるリーダーカードなんでね、まあ、先に、なんだろう、どん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 相手をね、ノックアウトして、ライフを奪っていくっていう。
る戦法になるんで、まあこういうガン攻めのデッキ好きです。モンキー・ディ・ルフィ、うん、これもね、あのやっぱり新時代の主役、まあ正面がルフィで、しかもギアフィックスのこのね、あの2価のやつなんで、まあ1枚でもね手に入れたかったんでね、あのゲットできてよかったです。まあ本当はねやっぱコミバラで欲しかったけどね。はい、ということでね、以上になります。ご視聴ありがとうございました。ワンカートン、まあ新時代の主役開けてみた結果という動画でございましたが、惜しくもゲットすることはできませんでしたが、まああのデッキパースとしてね入れたかったね、ここに来てあのミスダブルフィンガーが手に入ったの嬉しい。はい、ということでチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。いずれマジでコミバラ当てるぞ、当てた時多分吠えるだろうなっていうのはね今から、なんとなくねあの思います。はい、ということで、今日はここまで。それでは。